さて、今回は皆さんが人と出会うときに挨拶一つするときにすごく気を使って目線はどうか、態度はどうか、自分の笑顔を作ったら慣れ慣れしいと思うんじゃないか、だったらもう挨拶しないで知人が言ってもスッと通り過ぎてしまって目も合わさないで、そうすると後で、ああ自分、きっと挨拶が悪いやつだって、きっとあの人に嫌われたに違いないってずっと悩み続けて苦しんでいる人、逆に人に会ったらこんにちはとかどうもって挨拶できてスッと何も悩まないで過ごせる人、この2つの違いは天と地ほどの大きな違いになってくるんですね。なぜならばそれだけ日々緊張してるわけですから、もうね、不快ホルモンがすごい、だから日々疲れやすくて、そして生きることが辛くなる人にとっては今日の YouTube すごく役立つと思います。そして終わりにはですね、じゃあどうやったらそれを解決することができるか、そういうことの道筋もお話をしたいと思ってるんですね。例えばね、自分が意見を言うとあいつ生意気だよって思われるんじゃないかと心配になってる人、もしくはね、挨拶するときに今言ったようにすごく悩みすぎてギクシャクしてしまう人、もしくは席に座るときに場違いのところに座ったらどうしよう、突然当てられて意見を言わされたらどうしようと思って常に宴会の場所でも悩んでしまう人、もちろんね、公の場所だったら上座下座がありますから礼儀としてありますけど、パブリックじゃない普通の楽しい仲持ちの宴会でも席座る時にすごく苦しみ抜いちゃう人、楽しいはずの宴会をなんであいつはあんなに楽しく過ごすのに僕はカラオケ一つ、何か意見言う言葉一つに対してもビクビクしてしまう人ね。そしてみんなが笑ってる時に自分はどのタイミングで笑っていいのかすごく悩んでしまう人、こういう人をカウンセリングしてるといっぱいおられるんですね。で、そういう人から見たら難なくひょうひょうとやってる人たちを見るといいな、羨ましいな、生きにくいなこの世界はって、それぐらい、世界が天国と地獄ぐらいの差になってしまう。おそらくね、まあ自意識過剰だよって皆さんにそう言われても分かっていても、やっぱり人間って自意識過剰になってしまう。それは育てられた環境にも大きく影響してるんですね。おそらくそうやって自分の言動態度によっていつもビクビクしてる人は、おそらく幼少期から少年少女期にかけてあなたの言動で機嫌が悪くなったりイライラしたり、また単純に喜んだりして反応が激しかった人たちがきっといたんだろうと思うんですね。これどういうことかっていうと、例えばあなたが学校で楽しくことが起こった時に家帰って楽しそうにしてると、お父さんがたまたま会社で、上司に叱られた、そうすると何をヘラヘラしてんだ、お前の顔見てるとイライラするって言って、子どもの生活と親の生活、また自分の親の気分と子どもの気分は全く別物ですよね。でもそれですごく叱られたとか、自分がテレビ見て、ね、楽しくやってる時にたまたま家族の誰かが帰ってきて嫌なことがあった、なんであなたヘラヘラしてそんなことやってるの、勉強しなさいよって言われたとか、逆に言えばね、お父さんが昇進をしたとか会社の上司に褒められたって楽しく帰ってきた時に、たまたまあなたが学校の人間関係で悩むことがあってため息をついてた、そうするとお前なんで暗い顔してんだ、お前みたいな暗い顔してるやつが見ると気分が悪くなるってすごく叱られた。そういう経験をずっとしてるとね、正直言うと子供にとって親の不機嫌さっていうのはすごく影響するんですよね。なぜならば幼い子供にとって自分の食べるもの、着るもの、すべて生活のすべて、生殺与奪って言い方をしますけど、生きるのも死ぬのも全部親が牛耳ってる時代、この時代って子供にとって親のムードというか家庭環境の雰囲気っていうのはすごい、例えば権力者的な誰かが帰ってきた時にね、ああ帰ってきたお疲れ様って言って出迎えなかったらすごく不機嫌になってとか、
その人の劣等感からこいつはくだらない、こいつはバカだって言って、誰か近所の悪口やテレビで成功してる人たちを見て責めた時に、そうだよねこの人バカだよねって言って同調しないと、お前はなんでねそのことがわからないんだ、こんな人間はくだらないんだって言って、そうだそうだって言って同調しないと、その人がすごくネチネチとその後不機嫌になった、そういう経験をね長時間すると、常に自分の言動や態度によって家庭のムードが地獄にも天国にも変わってしまうっていう、そういうストレスにさらされて生活すると、常に大人になってからも自分の態度でもしかしたら不機嫌にしたらどうしようと思って、知人に会っても目を合わせていいのか合わせたら悪いのか、もしくは、自分から声をかけるべきなのか、そのタイミングはどのタイミングで声をかけたらいいのかわからない、だから通り過ぎてしまった後、あ嫌われたって思って余計人に会うのが怖くなる。宴会で楽しんでる仲間を見ると、なんでああやってみんな楽しめるんだろう、自分は常に恋人に会っても自分の言動で不機嫌にされしやしないか、嫌な思いしないかって常に気になってる。それはあなたの言動いかんで気分が変わった人たちに囲まれていたからだと思いますね。ただその人たちを責めてほしいって言ってるわけじゃないんです。ただその頃はあなたは幼かったし、その人たちは間違った解釈をしたんですね。たとえ家族であったとしても、それぞれ兄弟同士クラスも違うし、嫌なことがあっても笑ってる子もいれば、ご飯食べたくない時もあるし、みんなそれぞれでちょうど笑ってたり落ち込んだりしててもそうやっていいんだよっていう広い需要空間で育ってくると、自分の感情がさして周りに過度に影響しないと思うと、そういう意味で大人になってからも単純に反応できるんですね。でも小さい時からそうやって長期にストレスで自分の言動では家族のムードが一挙に変わってしまう、そうすると帰ってくる親の時間帯になるとすごく緊張するし、親が一緒にいるとどんな風に反応していいのか分からない、そういう人たちは家族がきっと勘違いしてたんですね。家族は一体感であるべき、みんな同じ感情を持っておくべき、これは夫婦でもそうですよね。ね、お前なんで笑えないんだって怒る。でもね、例えば写真を撮るときにスマイルって言うと笑えますよね。でもなんで笑えないんだ、お前見てるとイライラするんだ、なんでお前こうやって家に帰ったときに楽しくできないんだって言って笑えます？責められて笑うって不可能ですよね。でもそうやって笑うことを許される、そうやって家族というのは別にこれ親子関係だけじゃなくて夫婦でもそう、それぞれが離別感でいろんな感情があっていいんだよ、何かに挑戦したり落ち込んだり失敗したり、そうやってそうかって聞くことはあっても、その態度がおかしいってやり始めるぐらい、みんなが自分の心に侵食し合って影響されやすい人っていうのは、やっぱりそれはある種の病的家族だと思うんですね。そういう中で小さい時から長年過ごしてくると、そのようにすごく緊張しやすい自分になってるっていうことです。じゃあ過去の自分時代、過去の家庭生活がね、じゃあまずかったらもう一生そうなるのかっていうのが昔の心理学ですよね。でも僕はそう思わないんです。大事なことは過去と今を分けましょう。アルバート・エリスはこう言いました。小さかった時のあなたはとっても未熟で弱かった、だからその時の枠組み、僕らはビリーフって言うんですが、家族に対して常に自分は周りに影響を与えてしまう。でもね、大人になったらあなたの言動でさして影響される人たちっていないですよ、あなたの言動態度でそんなに感情が一喜一憂する人たちばっかりでは大人になってはないんです。そしてあなたは立派な大人なんです。自分の感情がどうであったとしても向こうの感情に皆さんに何の責任もないんですね。だったら笑う時に笑えばいいし、自分が今日は付き合いたくないって言えば付き合わなくてもいいんです。それに対して逆に
向こうが過剰に反応することってないと思うんですね。例えばそうですね、笑顔を作ると周りに不機嫌、不快な感情を与えてしまうから笑顔を作れないという人も僕の教室に時折おられるんですね。でもね、あなたの笑顔何なの、何笑ってんのヘラヘラっていうことを言ってくる人、そういう言葉を気にしちゃうんですね。だから笑えなくなりましたっていう人、でもね、そういうことを言ってくる人こそその人の幼少期にまさにそれぞれ感覚心っていうのは別々でいいんだっていうね、離別感のない方で育ってきたから、おそらくその小さい時の幼少期の記憶が誰かヘラヘラ笑ってると、何があなた何をくだらないところで笑ってんのって、その感情転移っていうんですけど、怒りをぶつけてるだけなんですね。いいですか、笑いたい時に笑って、あなたが挨拶したい時に挨拶して、あなたがチャレンジして失敗したってね、もうあなたにはがっかりだって、あなたがチャレンジしなきゃよかった、こんなに嫌な思いを周りに与えるんだったらっていう時代とは違って、きっと周りの人はすごいな、チャレンジしたんだよ、く頑張って、失敗したっていいじゃないか、チャレンジした人間の証拠だよって言ってくれる人の方が多いんです。未だに過去の幼かった周りに牛耳られて、そしてその人たちによって自分はこの人たち嫌われたら終わってしまうという弱き存在じゃなくて、もうあなたは立派な、いいですか、大人です。そしてあなたがどんな感情でも周りの人たちはあなたの心に右往左往するほどしがみついてない、過去のあなたの集団はすごくあなたの言動態度に一喜一憂する人たちだったのかもしれない、でもあなたは今はちゃんと自分らしく生きたって、それを応援してくれる人やそのことで気分が害したりそのことでイライラする人はいないんだということを何度も繰り返してください。そして誰かが機嫌が悪くても自分が何かをしたんだって、やっぱりね、ある意味で対人恐怖的なね、HSP ハイリーセンシティブパーソンのすごく周りの自分が何かの言動で周りに嫌な思いを与えるかもしれないっていうのは、きっと子どもの時にそういう家庭環境だったから今でも引きずってる。もう一度言います、あなたは今は立派な大人で、あなたが一人か二人に嫌われたって全員に嫌われるわけじゃないし、そしてあなたの命がなくなるわけじゃないんです。そしてあなたがどんな態度をしようが、逆に言えば周りはそれほどあなたの心にしがみついていない、それほどあなたに依存してない、みんながそれぞれ自立してる。だから笑いたい時に笑いましょう、ね、そしてチャレンジする時にはチャレンジしましょう。失敗したってよかった、すげえなって言ってくれる人の方が絶対多いってことです。そしてあなたに なんか笑った時にもし何か言ってくる人がいたら僕が保証します、その人が問題なんです。あなたが笑ったことで、逆に言えば自分が笑えないからその苛立ちをぶつけてるだけ、その言葉に過度に影響するのも HSP の特徴なんですね。だからそういう言葉気になさらないで、精一杯もっと自由にもっと手放して生きた方がいいですよ。人間はね、1日6万か7万ぐらい選択を迫られるんです、脳の中でシナプスね。その都度スッスッと決められる人と、その都度どうしようどうしようどうしたら自分の態度いいだろうって思うと脳から不快ホルモンがいっぱい出て、それが実はあなたの日々のモヤモヤ感を作っているんですね。そのモヤモヤ感とは、もうそろそろさよならしましょう、ね、そういう意味では今日の、ね、YouTube で、もしあ、そっか、自分はずっと子供の時にそういう自分の言動で振り回された人たちにすごく責められたから、自分の言動の行動に規制がすごく激しくてどうしていいのか悩んでしまう。でも今の取り巻きは大人なんで、自分が何を言ったってそれほどさして影響するものじゃないし、傷つくならその人が勝手に落ち込んでるだけなんで、そこまで自分が責任を負わなくていいし、挨拶したければすればいいし、笑いたければ笑ってくださいっていうことだけ今日はね、受け取っていただければいいかなと。もしも皆さんの周りですごく敏感体質で常に悩んでる人には言ってあげてください。それはあなたが子供だった時はそういう人たちに囲まれたから敏感になってるだけで、大人になったら
もっとそれぞれ離別感を持って自立してるから、あなたの言動でそんなに落ち込んだり苛だったり不快になる人はいない。もしいるとしたら、その人がやっぱり問題なのよって笑ってあげてください。そしてね、無断転載無断転勤全然 OK なんで伝えてあげてください。今日のなんか内容で得ることがあればまたね、登録しておいてください。僕の励みになります。それでは今日はこの辺で、さよなら。